カ可ン年アクトパンツァー4号、カノン砲駆逐戦車4から5は、ドイツ連邦軍が開発、装備した駆逐戦車である。本社は、第二次世界大戦後に、西ドイツで開発された40.4口径 90mm 対戦車砲を搭載した駆逐戦車である。ドイツは、第二次世界大戦において、旋回砲塔を持たない代わりに車高が低く、 同規模の車格の旋回砲塔形式の戦車に対して、より大口径の手法を搭載することが可能な各種の駆逐戦車、自走砲、突撃砲を多数投入した。これらの車両は、砲塔がない分機動線が苦手で、戦車としては使いづらかったが、防衛戦において活躍した。本社の設計思想にはそれらの車両、特に、砲号駆逐戦車や軽駆逐戦車、 ヘッザーとの関連が見られる。試作型プロトトゥープ HK3 に天輪が6組のヘンシェル車製、タイプムンスター戦車博物館の展示車両本社の開発は1960年より始められ、スイスから導入されて、西ドイツ陸軍部隊に配備が進められていた、イスパノスイザ車製、ラング HS30 不評戦闘車のシャーシと走行装置を流用。 新設計の車体上部に密閉式の戦闘室を設け、傾斜させた車体前面に 90mm 砲を搭載するというデザインにまとめられて試作が進められた。当初は HS30 の車体にそのまま 90mm 砲を搭載する計画であったが、車体が小さすぎるなどの問題が発生したため、車体を延長する、車服を拡張するなどした複数の試作車が開発され、 最終的には五次試作車まで開発されている。1965年には KJPZ4 から5としてドイツ連邦軍により正式化され、1966年から1967年にヘンシェル社、ハノマーグ社により K770 両が生産され、ドイツ陸軍で運用された。1975年4月からは、 合計80両がベルギーに輸出されている。本社は、レオパルト1と並び冷戦期の西ドイツの防衛を担ったが、ソビエト連邦が 115mm 格好砲を搭載した T-62 中戦車や T-72 などを配備し始めると 90mm 砲は威力不足が懸念されるようになった。同口径の 90mm 砲を装備する M47 や、 M48A2 に代わり 105mm 砲を装備するレオパルト1が主力戦車として装備されるようになると、高威力で戦車に劣っており、主砲砲、各式に搭載しているため、左右それぞれに15度しか控えを持てず、装甲圧で勝るなどの利点もない本車の存在意義は薄くなり、高性能な対戦車ミサイルが登場すると、存在価値はさらに低下した。そのため、 1983年から1985年にかけて合計163両が駆逐戦車型から対戦車ミサイル搭載型に回収された。主砲と棒立てを撤去して、車体上面に SS-11 水戦車ミサイルを装備した RJPZ に駆逐戦車2型の位に加え、ホットミサイルを搭載したヤグ R1 や BGM-71 とミサイルを搭載した。 ヤグアル2が回収により生産された。ヤグアルシリーズに回収された車両には若干の走行強化がなされた。残る車両は、砲兵隊用の走行偵察車両や観測車両に回収され、特に迫撃砲部隊では手法が取り除かれた観測船人の車両として運用された。ワールドオブタンクスドイツ課金駆逐戦車、粉忍者グドパンザーとして実装されている。 ウォーサンダードイツ駆逐戦車 JPZ4 から5として登場。超電磁、マシーンボルテス V ダイ1話で地球防衛軍の兵器として登場。かつてタミヤは自社製の本社のプラモデルにカノンという独自の愛称を与えていた。なお、この名称はカノーネンヤークトパンツァーのカノーネンの部分から取られたものと思われる。ありがとうございます。